はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインと、今日はビットコインと合わせてですね、イーサリアムの相場分析も、やっていきたいなというふうに思います。今日が2020年の8月の7日ですね、金曜日になります。このチャンネルではですね、ここの画像に映すですね、移動平均線、水平線、チャートパターン、トレンドライン、プライスアクションですね、こういった相場分析5つの道具って言っていますけれども、この、5つの道具、シンプルな道具ですね、使いながら、実際具体的なですね、こう戦略構築ですね、そういったところまで、具体的に解説していくような、まあ、動画をですね、目指しております。なので、まあ、特に初心者の方はですね、僕の動画毎日見ていただくだけでですね、相場の知識だったりとか戦略構築の仕方みたいなところはですね、まあ、学習できるというか身についていくと思いますので、特に初心者の方はぜひね、チャンネル登録いただければと思います。で、僕のチャンネルではですね、こういう相場分析以外のね、こういった YouTube の活動だったりとか、あと講演活動、それからサービスを販売したりとか、コンテンツを販売したり、いろいろまあ、副業としてね、やっているわけなんですけども、そういった活動の履歴なんかもですね、まあ、この動画に織り交ぜながら、また、別の動画でですね、副業に関してだけ喋っている動画なんかもありますので、そういったところもぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。はい、で今日の動画なんですけれども、ビットコインのですね、相場分析をメインでやっていきます。ビットコインのドル建てと円建てですね、その後、イーサリアムということで、ビットコインに関してはですね、まず日足レベルから環境認識してですね、4時間足レベルで戦略構築していくというところをですね、やっていきたいなというふうに思います。イーサリアムに関しては今ね、また重要な局面というか持ち合いパターンになっていますので、そこの注目ポイントがどこなのかというところをですね、解説していこうというふうに思います。まあ、このチャートに映しているのはですね、ビットコインの日足なんですけども、まあ、大きくですね、上昇してきているっていう状況があるんですけれども、まあ、この上昇いつ止まるのというところがですね、気になる方も多いと思いますので、まあ、そういった注目ポイントなんかもですね、喋っていこうかなというふうに思っております。で、一点お知らせでですね、ちょっと最近皆さんにね、告知というか宣伝というかしてなかったんですけど、僕の LINE アットですね、LINE アットに登録いただいた方はですね、僕のこの動画でですね、解説しているようなですね、トレード手法が学べる動画をですね、3本用意しています。で、LINE アットに登録いただいた方はですね、この3本無料で見れますので、基礎編と実践編と安定して勝っていくためにはっていうね、この3本立ての動画ですね、一応無料でね、公開しておりますし、あとはですね、まあ、定期的に僕のコラムなんかもですね、これは完全無料でね、配信させていただいておりますので、ぜひね、LINE アットの方にも登録いただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、それではですね、チャート分析の方入っていきたいと思います。はい、それではですね、ビットコインのドル建てチャートからいきたいと思います。今の時刻が19時53分ですね。で、今のビットコインの価格が11,790ドル、11,800ドル付近ですね。日本円で言うと1,245,000円ぐらいのところを推移している状況です。まずはですね、ここを映しているチャートはですね、日足チャートになりますので、まあ、日足レベルのですね、展開からお伝えしていこうと思います。で、日足レベルで見ていくとですね、7月の27日に一気にぶち抜いて、で、そのままですね、1万2000を試したところで一気に下げてきて、1万500までね、下げられました。で、その後ですね、またね、一気に上昇してきておりまして、今、1万1800付近と、まあ、こういう展開になっているわけですね。したがって、これ、日足レベルで見るとですね、まあ、綺麗な、ダブルトップがですね、作られているというふうな状況になっていますね。で、今の状況で、まあ、1万1800なんですけれども、ここからですね、1万2000に行った時に、まあ、本当に綺麗なね、高値が揃う、ダブルトップが完成すると。で、このダブルトップ局面というのはですね、必ず意識されます。これは、どんな相場においてもですね、直近高値っていうところは必ず意識されてきますので、当然意識されてショートが、まあ、入りやすい展開っちゃ入りやすい展開ですね。一旦の逆張りを狙ってくるショート、ショート勢もですね、多くいると思いますので、ここで一旦こうね、レジスタンスされて一気に下がる可能性があるのか、もしくはですね、これショート勢が負けてしまう、ロング勢が押し切る形になれば、一気にですね、ショート勢が諦めて、まあ、ここのですね、次はいくらかな。1万3000ドルですよね。はい、1万3000ドル付近まで上昇する可能性はあるというふうなですね、まあ、こういうどっちに行くかわからない。そして、行く場合はですね、大きな、早い局面になる可能性があるっていうふうなですね、局面に来ているっていうところはですね、まあ、日足レベルの環境認識として押さえておきたいポイントかなというふうに思います。それでは4時間足に切り替えてですね、具体的な戦略を解説していこうと思います。はい、こちらですね、4時間足に切り替えました。で、今のところですね、今、ここのですね、1万8800ぐらいのところで下げ止まっている
状況ですね。で、昨日の動画の解説からいくとですね、昨日の動画ではここの水平線意識してくださいねっていうことを言っていたと思います。シナリオ一つ目の方ですね。で、ここからまあロングに入っていくんであればここ抜け、ですね、ここのライン抜けて損切りして、直近高値までぐらいを狙っていこうというふうな感じで言っていましたよね。で、そこで入った方はですね、ここの、上昇取れたかもしれませんけども、この後ね、一気に急落してここで手放した方も多いんじゃないかなと思います。で、その後ですね、横ばいになっているということで、まあ、じゃあどっちに行くのというふうな話にね、今状況になってきているわけですね。で、間違いなく言えること、今ノーポジの方に間違いなく言えることは、今は入ってはいけません。なぜかというと、根拠となるポイントがですね、作りにくいからですね。それから狙っていける利幅がですね、少なすぎるわけですよ。先ほどの日足レベルで言った通りですね、ダブルトップが意識される。ここがワントップ目ですよね。で、次ね、こう上がってきた時にダブルトップが意識されますので、このダブルトップによってですね、一気にこう急落する可能性っていうのがですね、考えられるわけですね。で、このあたりですね、デコボードを見ていくと、ここのですね、12000、ここのって言ってもごめんなさい、出ないんですかね。ここの12000ですね、12000の売り板ですね、若干厚くなっています。まあ、この付近ですね、この付近が厚くなっていますので、12000で何かしら、狙っている層がいるというのと、意識されるっていうのはですね、おそらく間違いないということで、今は12000までの上昇を狙っていってもいいんですけれども、利幅が少なすぎるので、まあ、今はね、やっぱり静観するしかないかなというふうに思っております。で、今ですね、ここで上げ止まっているような、まあ、状況があるわけですよね。で、ここの局面、まあ、一見見た感じですね、三角持ち合いっていうところはですね、当然意識される可能性はあるわけですけれども、まあ、こういう感じですよね。こういう感じで三角持ち合い作られているんですけれども、この三角持ち合いと、合わせてですね、見ていかないといけないのが、平行チャンネルですね。はい、直近のところでこういうですね、平行チャンネルが引かれているんですよね。で、一応ですね、平行チャンネルのこの真ん中の線ですね、ちょうど真ん中に当たる線がこういう風に引けるわけなんですけれども、ここのラインを起点として、サポートされたりとか、ここでロールリバーサルですね、一気に下げてから、下げてからはですね、ここでレジスタンスラインとして、上に行きにくいような局面になっていると。これがですね、直近の相場なんですよね。で、こういうラインで見ていったときに、レジスタンスラインとしてですね、これが、この中線がですね、機能しているわけなんですよね。で、それに加えて12000が上から覆いかぶさっているというふうな状況になっているわけなので、やっぱり上に行きにくいっていう状況はですね、直近のところあると思います。これはあくまでも短期的な話ですね。かといって、今の局面からここがレジスタンスされるから、ショート狙っていこうっていうのはですね、危険すぎますよね。これだけ綺麗なトレンドが出ている中で、ショートを狙っていくっていうのは、本当にね、相当な熟練者じゃないと取っていくのは難しいです。メンタル的にも難しいし、技術的にも難しいですね。なので、今のところはもう静観すると。で、これを抜けたのであれば、抜けて戻したところを狙うっていうのはいつも言ってるところです。はい。なので、抜けるまで待ちましょう。ロングの場合ですね。はい。これが上に向かっていく目線においてのですね、一つ目のシナリオになります。でも今の局面ね、乗り遅れたくないから、できるだけ早いうちに入っておきたいっていう方もいますよね。そういった方についてはですね、一応ですね、入れるポイントっていうのはあります。で、僕もそこは狙っているポイントなんですね。で、それがですね、どこかというと、ここの水平線ですね、先ほどもまあ引きましたけれども、ここの以前から意識されている、ここの11,550ドル付近のこの水平線ですね。はい。ここは意識されているのは、まあ皆さんね、ご存知だと思いますけれども、今の局面ですね、上にこれ行けないと、この中線ね、平行チャンネルの中線によって上に行けないっていうことで、一旦戻してきているような状況があるわけですね。こういった中で、ここにタッチするような局面があった時に、いつも言ってる通り短期の移動平均線や中期の移動平均線がですね、どんどんこう固まってきているという状況になるわけですよね。したがってこの 11,550 ドルですね、まあこの辺り、まあ大体ね、押さえておきたいんですけれども、 11,550 ドル付近の、この水平線起点としてここでロングに入っていくと。で、ここで抜かれたらですね、まあどこまで落ちるか分かりませんので、一旦逃げておくと。まあここは損切りライン兼、エントリーポイントですね。で、狙っていくのはですね、12000ですね。はい、ここまでの、500ドルですね。ここをしっかり狙っていくっていう戦略はですね、今後、まあ、ありかなと。今の時点ではね、ありかなというふうに、思っております。一応ですね、デコボードを見ていくと、先ほど言った11,500ドル付近ですね。ここのですね、買い板が厚くなっているのは、まあ皆さんね、ここでお分かりになるかと思いますので、したがってやっぱりここは意識されているなというのはですね、ここで分かると思います。したがってここまで戻すかどうかですね、もう戻さないんであれば、戻さずにね、このまま行くんであれば様子見ましょう。上に抜けて戻したところを狙っていきましょう。次の展開ですね。で、このまま行かずに下げてきたらここを狙いましょう。そういうね、二つのシナリオをですね、しっかり自分の中で持って、そこ以外入らないぞっていう気持ちでですね、トレードしていくのが今の局面ね、いいかなというふうに思っております。
それではこのあたりですね、円建てで解説していきたいと思います。はい、こちらはですね、ビットコインの円建て4時間足ですね、ビットフライヤーのチャートを映しております。まあ、円建てで見てもですね、解説するポイントとしては先ほどと同じになるんですけれども、まあ、こういう平行チャンネルがですね、引かれている中で、ここのですね、中線で意識されてですね、サポートレジスタンスを繰り返しているという状況ですね。で、今一旦ね、上に行けずにちょっと垂れてきてるかなというふうな状況になってきていると。で、そういう状況の中でですね、短期の移動平均線、中期の移動平均線がここでね、しっかりね、サポートしたいかのようにですね、こうどんどんね上に上がってきてて、サポートするよという風な展開に見えると。で、こういった中でここの水平線も意識されるということになればですね、ここの、サポートをですね、ここのサポート狙いで、押し目買いを狙っていくと、こういう展開ですね。はい、こういう風なところを狙っていければ、まあ、ベストかなという風に思っております。まあ、円建てでいくとですね、これを抜けたら、損切りという風なあのことでもいいですし、もう少し耐えたいというのであればですね、120万円ぐらいまで、まあ、大体ここのラインですね、ここの水平線が122万円ぐらいまでですかね、121万7千円ぐらいまで、のラインになりますので、そこまで戻してきた時にしっかり買っていくと。で、120万抜けたらもうやめようとかね、もう121万のラインを切って120万円にタッチした時点でもう一旦逃げておこうとか、まあそういう戦略いろいろあるんですけれども、そういった損切りラインを自分で決めて、狙っていくは12000ドルですね、大体日本円で今日、まあ、最高値としてはですね、128万円ぐらいまで上がりましたけれども、そのあたりのですね、利幅をしっかり狙っていくというのがですね、直近戦略かなというふうに考えておるところでございます。参考にしていただける方はですね、ご自身のやり方に加えてこういう見方があるよというふうなですね、視点で、この僕の分析をですね、参考にしていただければというふうに思います。それではですね、最後にイーサリアムの方も見ていきたいと思います。はい、こちらですね、イーサリアムの4時間足ですね、映しております。イーサリアムに関してはですね、まあ、どんどんこう上昇してきていて、高値をですね、切り上げているような、安値をですね、切り上げているような状況になっているというところでですね、まあ、直近のところはね、もう言わずもがななんですけれども、まあ、こういうね、いわゆるアセンディングトライアングルというふうなですね、形になってきているということですね。まあ、こんな感じですかね。ちょっとヒゲをカットすると、こういう風な三角持ち合いになるかなという風に思っております。で、今のところですね、この三角持ち合いの下限付近になっていますので、これ、一旦割られますとですね、370ドル付近まではですね、落ちてくる可能性はあるかなと。まあ、下手したらもう少しですかね。350まで落ちてもおかしくないかなという風なね、局面になっています。で、一方で、ここのね、ここのラインをしっかりね、サポートすることができれば、一気にまたね、上昇圧力強まってですね、次の意識ラインまで行くと思います。次の意識ラインっていうのは、480ドル付近、それからね、次500ドルちょっと超えたところですね。こちらは、まあ以前のね、この価格帯での値動きの状態においてですね、相当意識されたポイントになりますので、まあこのあたり一帯ですかね。はい、このあたりのレンジ一帯でですね、一旦こう上げ止まるというふうなですね、状況になると思います。したがって、まあここまで意識されているということは、意識ラインまではですね、おそらく引き付けられると。意識ラインがあるっていうことは、ここでショートが入ってくるわけですね。ショート勢がここで入ってくるっていうことは、こんな中途半端なところでですね、手出ししないわけですよ。基本的にはですね、これ基本的な考え方ですけれども、手出ししないってなれば、ロング勢がどんどん押してくるので、まあ上がっていくでしょうと。で、この価格帯ですね、この注目の価格帯まで引き寄せられて、さあショートが入ってきてレジスタンスされるか、それともショート勢が負けて上に行けるかみたいなね、そういう相場展開がですね、心理的な面においては想定されるということになりますので、まずはですね、ここの三角持ち合い注目した後にですね、次に500ドル付近のこのレンジにまで引き付けられるかどうかっていうところがですね、直近の注目ポイントかなというふうに思っております。はい、このあたりですね、参考にしていただければと思います。はい、ということで今日の動画はですね、ビットコインとイーサリアムに限ってですね、お伝えしてきました。で、明日からですね、3連休になる方非常に多いと思いますけれども、くれぐれもですね、体調には気をつけてですね、楽しい週末にね、していただけたらというふうに思います。あ、それから最後にね、言い忘れたんですけども、今日ね、9時半に、雇用統計が発表されます。で、この雇用統計っていうのはですね、為替相場に与える影響っていうのは相当ね、まあ大きいと。まあその為替相場の中でもですね、今日はお祭りの日というふうにね、言われるぐらい、大きくね、ボラティティが、上がる可能性があるというふうなね、まあ、指標発表なんです。経済指標発表。で、これがですね、経済への影響っていうのも当然あるわけですよね。で、それが仮想通貨にね、影響する可能性っていうのもですね、やっぱりね、この影響がでかい分ね、考えておかないといけないと思いますので、今日のトレードは本当にね、慎重にやっていった方がいいと思いますので、そのあたりね、気をつけながら、まあ、体調にも気をつけながらですね、良い週末を送っていただければというふうに思います。はい、ということで今日の動画はですね、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。